はい、おはようございます。ちゃんとホームレートする適当会社です。美浜町第一発目のあれはブログ撮影はここなんだっけ、ここなんだっけな、はい、ここ、上沼駅からお送りいたします。すごく空港名義らしいですね。いや、何か聞こえましたね。猫が鳴き声がしてますね。びっくりしましたね。すいません。ちょっと雑音 が多いようですね。それはそうです。ここは高架線で、撮ってるんですから。それにしても、ここはとても のどかで風光明媚な場所ですな。いろいろなものがありますな。物置だったり、人通りだったり、車の通りだったり。ちょっと声が大きい猫がいますね。まあ、ちょっと離れましょうか。今何時ぐらいでしょうね。今は多分、今7時11分ぐらいの電車から降りてきたところですね。はい。では、こちらには、はい、がありますね。がありますじゃあ、わからないって。こちらには、はい、そうですね。バス停がありますね。うんちゃんは嫌がると思うので、撮りませんが。まあ、基本、バスの人は撮っちゃう、すいません。いや、バスの中は撮っちゃいけないんですけどね。はい。紹介、この辺りにある、高架になる前の、線のところにある植物を取っておきましょうか。お花がいっぱい咲いてますね。はい。野生の花がいっぱい咲いておりますね。さすが、上沼といったところでしょうか。ああ、この街はすごく、この駅の周りはすごく神がかっていますね。電車や原付では多分見られなかったところでしょうね。はい。ああ、初めて来たんですけど、とてもいい場所だと思いました。そして、なぜか目の前に雲がいますね。ここにも雲がいっぱいいるんですね。はい。素晴らしいところです。いや、何かありますね。はい。ちょっと行ってみましょうか。ビーチランドもあります。失礼。はい。これは、この後で予定表のようですね。あ、東部コースの予定表ですね。失礼。では西部コースは、8時2分、上野の方が早くなってる。8時30分上がってほしい。あれ？どうなってんだ？あらららら、野間駅は8時42分になってるな。
この駅だと野間灯台とか行けませんね。で、通訳で8時38分まで待つのが正解です。さあ、野間駅まで行きましょうね。8時17分になってるね、このバスでは。8時はい、といった感じですね。はい、では三浜町最初の散歩第1回目、何っけ、上沼駅を終了としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。